この前仕事してる時にですね、私編集の仕事をしてるんですけども、編集ってディレクターと編集マンの二人でやるんですよ。で、その日はディレクターの人がすごい美人な方でね、僕と結構年も近い人なんで、まあ普通に喋ったりするぐらいの仲なんですけど、マジで結構美人なんですよ。最近の AV 女優ぐらい美人でして、まあ公私ともに充実しておられるんだろうなというぐらいの美人なんですよ。で、ああまあ今日はまあラッキーだなーみたいな感じで仕事してたんですよ。で、その美人ディレクターから企画の原稿を渡されるんですけど、ちょっとね、僕がその原稿で気になるところがあったんで、ちょっと赤ペンでメモっとこうと思いましてね。ただその時手元に赤ペンなかったんで、その美人ディレクターにちょっと赤ペン貸してくださいよって言ったんですよ。で、そしたら、ああ、いいよって貸してくれて、で、まあ普通に赤ペンでちょっとメモって、で、その赤ペン返したんですよ。そしたらその返した時に、ありがとうございましたって言ったら、じゃあ、100万円ねって言ってきて、うわ、なんかこいつ、クソジジイじゃんと思って、すごいショックだったんですよ。こんな美人でもクソしょうもないジジイみたいなこと言うんだと思って、多分ね、この弊社がすごい少子高齢化が進んでまして、ジジイが多いんですよ。多分テレビ業界どこもそうなんじゃないかと思うんですけど、多分そのジジイたちに囲まれていつも仕事してるんで、ジジイが映っちゃったんじゃないかなと思うんですよね。でも僕はすごいショックで、めっちゃ美人なんですよ、マジで。最近の AV 女優ぐらい美人なんですよ。めちゃくちゃ美人な人なのに、こんなジジイみたいなこと言わんとってくれよと思って、ものすごいショックだったので僕言ったんですよ。いや、もうちょっとそんなジジイみたいなこと言わんとってくださいよ、ちょっとやめた方がいいっすよって言ったんですよ。で、そしたらその美人ディレクターが、もうそんな意地悪言わないでって言ってきて、クソババアじゃんと思って、前半ジジイで後半ババア。まあでも美人でも職場環境、生活環境が劣悪だと、こんなことになってしまうんだなと、ちょっと非常に悲しくなったというお話です。うわっ、太なもんじゃない。うわー、どうだ、イレイズ、ツー、ツー、ジャーン。2024、トップ2、アーカイブスシグネチャーシリーズ。開封します。はい、地味に当チャンネル野球カード2024年版初開封でございます。年度変わって一発目のボックスでございますね。でね、もうメジャーリーグも今朝開幕したということで、僕の好きなエンゼルスはレンドンがね、いやー試合に出ましたよ、怪我なく。いや、もうそれだけでね、僕は嬉しいですね。まあそれはさておきですね、こちらのアーカイブスシグネチャー、初心者にも開けやすいではないかなと、比較的投射費トップ費で開けやすいんじゃないかなと思います。なぜならこのボックス、サインカードが1枚確定で入っております。いやー、ありがたいですね。このボックス全部で何枚入ってるかって、1枚です。あー、じゃあ1枚だけだとそんなに値段しないんでしょって。1万円でしたね。まあもう安いんか高いんかね、ちょっと僕は正直わからなくなってきましたよ。で、まあただメジャーリーグのボックス開けるときにちょっと怖いのが、全然知らないおじさん出てくるときあるじゃないですか。昔のレジェンドみたいな、日本でいう影浦とか小鶴みたいな、パワープロでしか見たことないような人たちが出てくることあるじゃないですか。いや、この人たちすごいんですよ、マジで。すごい人なんですけど、ちょっと年代が違いすぎて知らないっていうパターンがあるじゃないですか。ただこちらのアーカイブスシグネチャー、こちらに書いてあるようにですね、アクティブプレイヤーエディションとなっております。つまりですね、現役の選手しか出てきません。なんでその知らないおじさんが出てくる確率は、ね、非常にまあ低くはなってるんじゃないかなと思います。ゼロではないです。はい。で、カードが1枚マグネットホルダーに入ってシールがされた状態で入っております。で、なんか昔ベースカードとして出たカードにバイバックという形でサインをして、それが入っとるという感じですね。まあ BBN ファーストとかセカンドにもバイバックあるじゃないですか。今年だったら多分新井とか平野義久のバイバックが出ると発表あったんですけど、まああんな感じですよ。あんな感じのがマグホに入ってるという感じです。まあただこのボックスチェックリストが出てないんで、誰が入っとるかっていうのはちょっと正確にはわからないんですけど、私の狙いである大谷翔平は今回なんとついにピタリ賞は、ああ違うわ、大谷翔平は入っております。eBay で大谷のサインが出てるの見ました。アーカイブスシグネチャー2024の大谷が、しかもワンオーバーでしたね。20分くらい行ってなかったかな、もっと行くか。なんで大谷さん入ってます。
もう大谷が一番欲しいですね。なんだかんだで。で、あとドジャースの大谷は入ってきません。過去のカードなんで、エンゼルスの大谷しか入ってないはずです。やっぱエンゼルスの大谷も欲しいですね、ということで。で、大谷も欲しいんですけど、もっと欲しい選手が、レンドン。すごい選手なんですよ、レンドンっていうのは。皆さん知ってますか？打率3割、ホームラン20本、打点100超え、OPS1 超えを記録したシーズンがある、すごい選手なんですよ。そしてサード守備もうまいという、スーパースターがいるんですよ。で、今年のエンゼルスはそのトラウト、レンドンがね、万全の状態で、ラインナップに並んでくるということで非常に楽しみでございます。そんなレンドンのサインカード欲しいんですよね。エンゼルスのレンドンも欲しいんですけど、ちょっとナショナルズのねレンドンも欲しいなということで、入ってたらちょっと狙いたいですね。まあ世間ではね、ベッツ大谷フリーマンのことベッタリマンなんて言ってますけどね、いやいやいや、ベッツ大谷フリーマンよりレンドントラウトでしょと私は声を大にしていたいですね。レンドントラウト、ドンウト、どうですか？ドンウト、ドンウトが今年2人とも OPS1 超えの活躍をしてエンゼルスポストシーズンへ導いてくれることでしょう。そんなドンウト、そうトラウト、これトラウト入ってますからね、多分ドンウト目指して早速回復していきましょうか。さあ行きましょう。トニー・トゥーバックスというショータイムを皆さんにお見せしましょう。引いてみせます。そろそろね、大谷出てもいい頃だと思うんですよね。頃合いかなと。進行でもそのうち当たり出るじゃんっていう感覚でボックス開封してますんで、僕で、このボックスですね、もう開けたらすぐ見えるんですよ。もう終わりなんですよ。開けたらもうカード丸見えなんで、何が入ってるかもうすぐ終わるんですよ。飛び出しんちみたいなボックスなんですよ。15分で即みたいな、すぐ終わっちゃうんで。これちょっとね、こちらのね、ブザーチーター、じゃなくてヒューストンのね英雄で、ちょっとカード隠しながらちょっと見ていきたいなと思いますよってに。どうしようかな。とりあえず、こんな感じでちょっと、クパーをアルトゥーベで隠して、で、これで、はいはいはい、オッケー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 。はい、もう完璧。完全クパーで、完全犯罪ですわ。で、多分ね、上がね、こっちだと思うんですよね。シールが見えてるあたり。あー、これ多分逆だな、ちょっと。逆トゥーベなんで。繰り返してだな。はいはいはい。これで多分逆トゥーベが、アルトゥーベになったんで、シールが、はいはいはい、こんな感じですね。シールが貼ってある方が上なんで。皆さん間違えんようにしておいたってください。さあ、絞ります。絞らせていただきます。やっぱりね、搾取される側からね、搾取する側に回らんといかんですよ。世の中編集マンだってね、ディレクターに使われるだけの立場ですから、やっぱ人を使う立場の人がね一番偉いしね、給料もいいんですよ。さあちょっと、なんだこれは。ちなみにですね、クローム系だったらね、ワンオブワンの可能性があるんで、ウォーマンクロームとか大体ワンオブワンだったりする。ウォーマン、ただクロームじゃないな。さあこのヘルメットはエンゼルスじゃなさそうだな。これファースト、せめてファースト。うわ、ファーストでもね、タンパベイレイズ、まさか？まさか？違うよな、なんか、手錠かけられた人じゃないよね。レイズか。次よあるんじゃないか、次よは。よし、筒子。ワンチャンあるで、これ。まあ、もしくはタンパベイレイズのスター選手といえば、ランディ・アロザレーナ、シェーン・マクラナハン、ヤンディ・ディアズ。いやディアズだったら欲しいけどな、僕ディアズ持って、ディアズは3位あったから、トップスで。さあ、行きましょう。ア・リーグ制覇へ打倒アストロズ。いや、まずは同地区のオリオールズ、ヤンキース、あの辺りを倒していく。レイズのスーパースターかジョシュローの。またお前かい。ジョシュローの58切りでございます。ジョシュローはですね、去年大ブレイク。ホームランも2桁、うち OPS も7か8ぐらいあったんですよ。毎年ロー引いとる気がする、なんか。一昨年が、ジョシュローで、去年がブランドン・ローで、で、今年またジョシュロー。どうか。でもなんか、いいね、この、ういういしくてさ、なんかこの、いいね、なんかこの、ハリウッドスターのような、なんか、イケメンですよ。で、ジョシュローもなんか、MLB TV の CM 感でめっちゃ出てくるんで、なんか、デビューイヤーのなんか、あっはっはってなんか、みんなで笑っとる CM あるじゃん、あれ。英検3級中学校卒業レベルなんで、何言ってるか全くわかんないですけど、CM。
まあ、あれに出てくるジョシュローですよ。今年多分、大ブレイクします。ブランドン・ロー、ジョシュロー、二人のローが大活躍して、マクラナハンとか、ラスモス戦がいない影響を感じさせないほどのチームになっていくんじゃないでしょうか、タンパベイレイズ。ちなみに、なんかこの人は子供の頃キャッチボール中にナックルを投げて、家の窓を割ったことがあるそうです。皆さん、スラッガーのね、選手名鑑あれすごい面白いんでね。めちゃめちゃ小ネタがいっぱい載ってる選手のことを楽しく知れるんで、あれぜひ買った方がいいですよ。僕も最近毎日読んでます。あ、でもレッドソックスのリース・マグワイアのところに、車の中でおちんちんを出して逮捕されたっていうのを書いてなかったんで、ちょっとそこだけスラッガーさん、書いといてほしかったですね。はい、トップスアーカイブスシグネチャー開封結果、このようになりました。レイズの未来、ジョシュローのサインカードが出ましたね。いいですね。ジョシュローはいいですよ、本当に。ファーストでもなければルーキーマークもついてないという、ちょっといつのかわからん傲慢ですが、まあまあいいでしょう。ブランドン・ローも、過去のジョシュローも見守ってくれております。まあレイズとはね、エンゼルスが多分 ALCS で当たると思うんで、今年のポストシーズンは楽しみですね。ローの打球をレンドンが裁き、トレードデッドラインでやってきたフリーマンが補給し、ワールドシリーズ進出、そんなシナリオもねあるんじゃないでしょうか。はい、まあこんな感じでね、野球カードの開封とかね、ゲーム実況とかいろいろやっておりますのでね、今年のレンドン2割8分15本100打点出塁率4割、 OPS8 やると思った方ね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあみんな思っとるから、めっちゃチャンネル登録増えるか、この動画で視聴回数と同じ数だけ登録者が増えるかもしれませんね。今回ありがとうございます。はい、本日はね、トニートゥーバックススペシャルということで、約10分間ぶち抜きでお送りしてまいりました。わーわー言ってる。お時間です。さよなら。ありがとうございました。